皆さんこんにちは。今日は7月18日です。弊社が栽培していますコシヒカリの圃場に来ています。稲はちっちゃい穂ができ成長している段階です。なので栄養を上げるため肥料が必要になってきます。その肥料をあげるタイミングはいつなのかちょっとチェックしたいと思います。こんにちは。こんにちは。すいません、肥料をあげるタイミングってどうやって判断したらいいでしょうかね。はい、そうですね、一般的に小さい方、用水と言いますけど、用水が1センチぐらいになったらを確認したら振りなさいという指導が大体出ています。ですが基本的にはこういった養殖を測る機械、葉っぱの色ですねを測る機械でその濃さ薄さを測って、なおかつ小さい方を確認して肥料を、追肥します。なるほど。じゃあちょっとやってみてもらってもいいですかね。はい、わかりました。太陽の2枚目を測ります。この葉っぱは濃いので保護への追肥の必要はありません。1回目は、パスという形になります。ちょっと割ってみます。ここからここまでが赤ちゃんの方です。だいたい1センチ弱ありますので、出水の17日前ぐらいでしょうか。こうなると肥料を打ってもいいんですが、先ほどの葉っぱの色が濃いという診断をしたので1回目の追肥は遅らせることにしました。もう一点ですけども、今でんぷんが溜まってるかどうかちょっとチェックしてみましょうか。なるほど。こう行きます。はい、そして綿棒でですね、このそしてこれ用土チンキなんですけども、この用土チンキで澱粉の反応を見てみます。この黒くなった部分見えますでしょうか。この黒くなった部分だけ澱粉を溜めています。ここが全部真っ黒になると相当量のデンプンが溜まっているので、いつでも肥料をくださいと言っているサインです。ここはだいたい半分ぐらいですので、追肥はやはりさっきの養殖から見て控えめにしましょうという形になります。デンプンの溜まり方は少し、平年に比べてちょっと少ないかなと思われますので、ちょっと保護を控えて、追肥を控えてですね、生育今後の様子を見ます。作物はみんなそうなんですけども、最初に体を作るために肥料がいります。そして実がつけばその実を太らせたり味を乗せたりするのにやはり追肥が必要になります。作物は何も喋りませんが、その葉っぱの色だったり姿から症状を我々に教えてくれます。その作物の出すサインを期
人がしっかりと管理して適正に肥料を与えたり水を入れたりですね、することがいいお米を作る、おいしいお米を作ることの大事なポイントだと思います。子供と一緒で目が離せないですね。全くその通りだと思います。なるほど。今後はどういった管理をしていくんですか？はい、米当時ではお米をおいしくするためにケイ酸やマグネシウム、マンガンなどといった微量要素の一手間をもう一回かけます。なるほど。お米を作るのはやっぱ手間がかかるんですね。そうですね。お客様に美味しいお米だと言ってもらうためにやる苦労ですので全く苦になりません。美味しいお米期待してます。はい、ありがとうございました。